サーソーの一スクラブスター港。サーソーはスコットランドハイランド州北岸の町。歴史的にはケースネスの二つあったバラのうちの一つであった。人口8721人。名前はこのオス語で牛の飲料水を意味する言葉から発祥した。サーソーはイギリス本土で最北端の町である。最も近い町は34キロ東のウィックで。 州とインバネスは南177キロにある。サーソー中央駅は、イギリス鉄道の最も北の駅で、ウィック駅やインバネス駅とつながっている。サーソーは、アラスカ州の州と、ジュノーやノルウェーの港湾都市、スタバンゲルよりも北に位置する。サーソー側が街を流れ、ペントランド湾内の小さなサーソー湾へ注ぐ。川の三角州は小さな港である。この港は、 両校と砂浜を持ち、ペントランド湾からホイ島を望む、ノースハイランド大学のような、ハイランド州の公の建物が町にある。また、町西側に、ドゥーンリー原子力発電所があり、ケースネス内で高い雇用率を誇る。町は、ノース人支配下の大国ー,ー諸島から支配され、それが完全に終わったのは1266年であった。町は、 ノース人の重要な港として生まれ、後世も北欧との交易港として19世紀まで続いた。セントピーターズ旧教会が建てられたのは、ケースネス司教、ギルバートマレーの時代と言われる。町の多くが19世紀に計画され、20世紀半ばに、町から14キロほど西に、ドゥーンリー原子力発電所ができて拡大された。10年ほどの間に、 人口は3000人前後から9000人近くまで増えた。原発は、イギリス中から技術者の移動をもたらしたのである。連合王国の借位として、サーソー死者区の称号を、シンクレア家が代々世襲している。スクラブスター港は、町から2キロ西に行ったサーソー川山各州に位置する。港内の水深は深い。オークニー諸島のストルムネスからのフェリーが到着する。2007年6月から、 夏季に週一便、フェロー諸島、セトランド諸島、アイスランド、デンマーク、ノルウェーへの便がスクラブスター港で始まった。運航はフェロー諸島の会社が行っている。この数年の間にサーフィンが地元の若者たちの間の大きな娯楽となっている。ペントランド湾からうねる波の大きさはハワイの波と比較されるほどであるヨーロッパサーフ選手権がケースネスで開催された際。 酸素頭部は開催地として注目された。ありがとうございます。